こんにちは、トヨチャンネルの宮沢豊隆です。生きるを伝えるという番組がテレビ東京で放送されています。毎回がんや難病など困難にぶつかった時、前向きに懸命に一生懸命乗り越えようと頑張っている人たちの姿を追いかけるドキュメンタリー番組です。2019年4月に、その番組で取材させていただいた岩崎圭介さんという方と今回会いました。コロナ前は時々飲んでたんですけれども、コロナになってからはしばらく 3,4 年空いてしまいました。生きるを伝えるという番組は東京ローカル、関東ローカルなんですけれども、番組のホームページで過去に遡って番組を動画で見ることができます。2分半ほどの動画です。岩崎さんの放送回、直リンクを概要欄に貼っておきますので、ぜひそちらもご覧になってください。では再開のシーンです。どうぞ。トヨチャンネル。お久しぶりです。こんにちは。お久しぶり。久しぶりです。はい、失礼します。はい、サガマビールです。これハッピーアワーって何時まで？7時まで。7時まで。はい、あ、はい、じゃあいただきます。乾杯。久しぶり。でも最初新宿で飲んで、新鮮に行ったの。新鮮かな。小井さんが美人のお母さんがいる。あ、そう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 、おかみさんのシャメと日本酒ですか。そうですね。今もだって帰りに寄っていて、思ったより元気そうで、ありがとうございます。でも当時から言うと持っているって失礼ました。何をしてるの？例えば、一人暮らしの生活力、あの子の雑誌でアリスさんを作ると、今、雑誌やってまるけない、車椅子に行って。仲間とは時々飲むのですか？みんな忙しいから。それはでも、月に3回は友人と飲みに行ってます。あ、本当ですか。その咳も病気の関係ですか？喋るし、なんとか詰まってないし。お水とかもらえますか？ないです。すいません、すいません、はい、お水2つください。水2つ、はい。じゃあ日中は基本的にはリモートワーク。リモートワークかな。私からウォーキング、フォーキですか、サタリか。あ、フォーキで、すごい。でもいいですね、その何種か病気に負けないっていうか、すごい外へっていうのは。なんかこの病気の進行にあって、歩く力、どんなにして、もっともっと1日8000歩行けるようにする、気づきもちゃったんですね。1年ぐらい前かな、から1日1000歩目標にして、3日に1回、1日3000歩歩いて、なんとかちょいじらせてくる。歩くペースちゃったんですね。食欲は普通にあるんですか？ありますね。ああ、入ってました。減ってる。番組ホームページにまだ載ってるじゃないですか。僕も見直したんですよ、久しぶりに。なかなかいい番組ですけどね。挑戦することが生きることだって言い切ってましたよね。今生きることとはどういうことですか？やっぱり一日一日大事に生きること。ん？一日一日を大事に生きること。一日一日を大事に生きること、生きること、
夢を見てて夢を見て目を向けてあ、目を向けて、うん、それを一生懸命やることできることに目を向けて一生懸命やる、うんうん、そんなクリスやったんですよ、うん、でもお母さんにその病気のこと言わなかったっていうのはやっぱり賢明な選択っていうかやっぱり、うん、あの岩崎さん偉かったなと思いますね。基本的にその領域って転生で転生系遺伝性大伝性血が息子の方が早いんですよ、うん、症状はあーそう赤い線的に毒の方が、まあ、それも先になくなるのかなと思って今おいくつでしたっけ取材した時38くらい43になりました43あ全然若いじゃないですか俺なんか今度の11月で59ですよ。まだ若いっす。若くないっすよ。59まだ若いっす。人間としては枯れてます。日々の楽しみっていうと何ですか月3回の外飲み。外飲み。うん。でも。これを楽しむために、発声練習とか、歩くためのトレーニングとか、大変な焦ることがたくさんある。そうね。でも、楽しみがないと頑張れないから、楽しみでした、うん、ありがとう嬉しいそう言ってもらえて、うんうん、そうか岩崎さんにしたらこうちょっと出てくるっつってもちょっと ひと苦労ですもんね、うん、こんぐらいだったら全然大丈夫です大丈夫ですか、うん、その仲間と飲むのもこの駅周辺ぐらい、うんうん、もう一回新宿まで出ますうっそ新宿までどうやって車椅子で出るんですかあ、ほんと。すごいアクティブ。全然、新宿やったら来ちゃうんです。朝、起き抜けどうですか今日も頑張ろうっていう。頑張るっていうか、戦いですよね。どういう感じなんですか朝起きると、治ったかもと思うんです、一瞬。あ寝てる間は、体が十分。あどこにいたくないですよ、うん、気があると体が痛い、耳が痛すぎ足が重い起きたくなかったって言うんですよ、うん、でも、ここから処分なんですよ処分こんな辛さに耐えられるかどうか、うん、何もしてないで寝てしまうと、コピーコピーと進行してしまうんです。だから、歩かなきゃいけない。発声練習しなきゃいけない。友人との約束をしなきゃいけない。友人との約束、うんうん、そうやって、一日が処分なんですよ。これからの当面の目標っていうのはあります。目標は スパンを切らずに、うん病気を治す。病気を治す。これは目標じゃないんです。
目標じゃないよ。これは通過点に近すぎる。ん？通過点に近すぎない。通過点に近すぎない。僕の目標としては前の状態に戻りたいんです。前の状態？前の状態に戻りたい。前の状態に戻りたい、うん、前の状態とは2015年頃、うん、そんなに婚約者がいて、うん、仕事を充実してて、ドルトンに行ったりとか、どこ行った？東京都民に行ったり、基本に出て前向きの一歩を踏み出しました。趣味を充実してて、サッカー、登山とか、フルマラソンとか、スキーとか、テニスとか、テニスとか楽しかったです、うん、そんなお金も取りたいなと思って、うん、そのためにやること、うん、これを体系化して落とし込んでるんですね。なんか余ってる矢崎さん見て、俺ちょっと今日はちょっと本当良かった、うん、なんかすごく良かったです。ありがとうございます。力入る。あー、痛い、すげえ。いいな、また飲みましょうね。俺来ますよ、全然。会社から1時間で来れるんで。ぜひ。お願いします。ぜひ。